鳥居島神社は、和歌山県和歌山市中野島にある神社。式内社で、旧社格は、県社。伊達神社、聖火神社と共に、帰産所社と称される。祭神は次の二柱。別説として、貴族風土器では、帰産所社が、伊達祖三神を分子するとし、島神社祭神を、大谷と姫命に推定する。ただし、島神社は、 木の川の川中島に位置することから、立地の観点からは中津島姫命が妥当とされる。また、住吉大社神代行きでは、住吉大社拙者の船玉神社が、騎士の神であり、島神、聖火神、伊達神の本社であるとしている。当社は、元那年間に式内社、島神社に否定され解消したものである。現在は、中野島の地名が表すように、 木の川三角州の島に位置するが、社名、島が、この川中島を指すと言われる。否定以前の当社は、旧統明神を称し、現那当時には当内に当社含め称し六社があったが、その中でも、最も社地に優れていた旧統明神が選ばれたという。文献では、古くは、新昇格直不傷大道元年長に神戸として、島上七子の記載がある。神戸の存在は、 和名類受賞名草軍の島神戸の記載にも見える。国史では、島神として、いずれも、伊達神、聖歌神と共に、上和11年に、聖五位した、歌唱三年に14位した、上元元年に聖四位した、上元十七年に、13位の深海少女の記事が記載されている。延長五年成立の演技式新名帳では、木の国名草軍に、 島神社名神台と記載され、名神大社に列しているほか、紀の国神明町では、小一位島大臣と記載されている。また、島神社は、伊達神社、聖火神社とともに、木産書社と称されたとされる。木産書社の記載は、永正三年の収納前町をはじめとして、中期天人二年上両人秘書四駆神家等に見える。住吉大社神台記では、 木山書社の由来について、神宮皇后が三冠征伐に用いた船三層を竹内すくねに祀らせたことによるとする。以上の文献上の島神社は、その後所在不明となっていたが、元那年間に当時、旧東明神と称していた当社に否定された。貴族風土器によれば、当社は、慶長年間以前は、車両として、 電波タコタンを有していたが検地に伴い没収、その後紀州徳川家によって再興されたという。明治維新後、昭和17年に近代社格制度において県社に昇格している。境内には、大江6年の名を持つ、石道路が建てられている。主な祭事は次の通り、所在地交通アクセス周辺注釈出店。ありがとうございます。